いててて。貴様、何やつだ。バカ野郎。何やつじゃねえわ。もう忘れたのか。昨晩、お前がアデグイデンベラとか言いながら俺を作ったんじゃねえか。誰でしたっけ？六郎？もっと上だ。十、百、千。もっと上だ。万、億、兆、計。もっと上だ。外、女、女、あ、女しげるだな。やっと思い出したか。変身、ストロンガー。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、悪を倒せと俺を呼ぶ。あ、僕、子供の頃、俺は正義の戦士。ってちゃんと聞けよ。悪の組織だってちゃんとお行儀よく名乗り向上聞くぞ。僕だったら名乗り向上している間にスナイパーに狙撃させちゃいますけどね。極悪か。それに毎週怪人一体じゃなくて、三週ごとに三体ずつ登場させて数に物言わせてやっつけちゃいますけど。お前は損しか。いえ、うっかり作者ハルキーです。で、今回はぬかたの大君の系譜を取り上げます。しかし、タイトルがまんまでひねりもないな。ま、言われてみれば、当たり前のタイトルですが、意外にこの事実を僕はスルーしてました。どういうことだよ。最近だと地下津飛鳥博物館や二条山博物館あたりでイナノオオムラの骨臓器のレプリカを見てますが。ああ、あの金玉みたいなやつだな。バカ野郎。動画が消されるような発言してんじゃねえよ。混同性の球体って言いやがれ。で、これを見たとき、ふーんといった感じだったのですが。よくよく考えるとぬかたの大君の弟だから、なんか感慨深いものがあるなぁとふと最近になって思ったわけです。最近っていつだ ?3 時間ほど前です。最近すぎるわ。ちなみに骨臓器の本物は京都国立博物館にあるそうです。で、ぬかたの大君の父が鏡の大君、稲の大村の骨臓器が出土しているってなことは、遅くとも大学生の頃には知ってましたが、稲の大村の父が稲の鏡の君で、稲の鏡の君が鏡の大君ってことを知ったのが比較的近年なので、あまり意識せずスルーしてしまったわけです。で、他の人が二の鉄を踏まぬよう動画にしました。そいつは師匠なこった。ちなみに僕のチャンネルでは門野の大君の回で、湯気の巫女に絡めてぬかたの大君が茶番劇的に登場しています。で、系譜はこんな感じです。なお、当地の姫巫女。門野の大君については門野の大君の会で解説しており、大見の御船って開封層を編纂した人、関風志望を選定した人ってくらいのイメージなので、今回は戦火天皇からぬかたの大君までの系譜を追ってみたいと思います。よろしく頼む。わ、お前、なんで犬なんだよ。この7月28日に誕生日を迎えたからです。それで自分の干支にちなんだわけか。そうです。天下天皇。ところであなたは携帯天皇をご存知ですか？知らなかったら相棒としてこの動画に出てねえわ。秦王朝の始祖的な描写をされてる大君だろ。そうです。そして旧皇統との兼ね合いもあるので、携帯天皇もその長男である安官天皇もその次男である天下天皇も旧皇統の姫巫女と婚姻しています。やけに念入りだな。携帯天皇はかなりの遠縁ですからね。なお、三男である欽明天皇は携帯天皇と旧皇統の姫巫女との間に誕生した息子です。そういう点で欽明天皇は待望の男児だったわけだ。でも、携帯天皇の崩御後、長男の安官天皇が即位します。なんでだよ。欽明天皇が幼かったからでしょう。で、在位2年ないし4年で安官天皇が崩御し、子がいなかったので弟の天下天皇が即位します。そして、在位4年目に天下天皇が崩御し、今度こそ欽明天皇が即位か？結果的に欽明天皇が即位です。結果的にってどういう意味だよ。結果的とは結果から見た様という意味です。バカ野郎。言葉の意味じゃなくて中身だよ。天下天皇に息子がいて揉めたのか？いえ、欽明天皇が若かったので安官天皇の皇后である春日の山田の姫巫女とどちらが即位するかという話になりました。ちなみにこの辺りについて僕は壮大な仮説を立てていますが、そこは蘇我稲目の回で解説してます。蘇我稲目、春日の山田の姫巫女弟説だったかな。しかし、天下天皇には子がいたんだろ？なんで即位しないんだよ。幼かったからではないでしょうか。日本書紀によると天下天皇の没年は539年、享年は73歳。これを2倍年齢と解釈して半分にすると36歳。1世代26年で考えると天下天皇崩御時の息子たちの年齢は10歳程度と予想されます。お前、そういう計算大好きだな。
でも、それは平均的な話で15で親になることだってあるかもしれないぞ。15の母って言葉もあるしな。金八かよ。仮に518年頃の15歳の時に息子を得ていたとしても、千家天皇崩御時のその息子の年齢はせいぜい22歳です。なるほど。大君としては若すぎるな。というわけで千家天皇の息子たちが即位しなかったと僕は予想します。ちなみに千家天皇の子供たちって？神津上派の巫女、炎の巫女、矢壁の巫女です。あ、矢壁の巫女ってそっち系の。バカ野郎。一方で神津上派の巫女と炎の巫女の系譜は混乱しています。ということで次は千家天皇の息子たちについて語ります。よろしく頼む。神津上派の巫女と炎の巫女。千家天皇と大志高知の和久保姫の間に誕生したのが、古事記によると炎の巫女と江派の巫女です。日本書紀でいうところの炎の巫女と神津上派の巫女です。なお、日本書紀では神津上派の巫女の母は立花の中津の姫巫女となっていますが、旧高等の姫巫女である立花の中津の姫巫女の子は欽明天皇の皇后となる石姫の姫巫女をはじめとした女の子だけだったと僕は予想しています。どういう根拠だよ。先祖の伝承って羊を悪くする方向で嘘をつくよりは羊を良くする方向で嘘をつくものかなと。確かに二つの伝承があったらマイナーな先祖の方が真かもな。そして、ぬかたの大君を生み出したいなしは古事記と日本書紀によると神津上派の巫女の末裔となっており、一方で古事記、神仙小辞録によると炎の巫女の末裔となっています。こんな感じでしょうか。で、お前はどちらの末裔だと考えているのだ。僕は3日3晩考え続けました。この動画を作り始めて2日しか経ってないのにか。そしてひらめきました。ほんとかよ。神津上派の巫女と炎の巫女は同一人物なんですよ。またもぶっ壊れたか。ところであなたは炎といった豪族や炎といった地名をご存知ですか？いや、知らないなぁ。そんなのがあるのか？僕も知りません。この野郎。でも、だから炎の巫女という名前の王子の存在を疑っているんですよ。炎の巫女はちょっとした誤解が生んだ名前なんじゃないでしょうか。ほんとかよ。神津上派の巫女は多治獅子の祖でもあります。その多治獅子って2系統あるのをご存知ですか？確か神津上派の巫女の末裔とホアカリの巫女との末裔だったな。始祖が神津上派の巫女という伝承と始祖がホアカリの巫女という伝承とが入り混じり、炎の巫女という伝承が誕生してしまったのではないでしょうか。面白い仮説だな。ただ、ネックは、稲氏などの諸豪族は母である大志高知の血もあって海永あたり、つまり、伊丹あたりの豪族ですが、多治獅子は多治氏あたり、つまり、松原あたりの豪族なので、この二つを結びつけるのに難儀してます。神津上派の巫女が多治氏を治めていて、ホアカリの巫女との伝承と入り混じってから宗家を多治氏に残したまま、他の息子たちが母の実家である伊丹に散ったといったあたりが、僕の仮説的にはちょうど良いんですけどね。世の中、そんなに甘くないというわけだな。ちなみに江派の君ってどういう由来の名前だ？それが全くわかりません。エハでなくエガならわかるんですけどね。エガは藤井寺や羽曳のあたり、確かに多治氏とも重なるな。一方で説明書杖によると伊丹市東桑津に炎の巫女の墓があったらしいから、僕の神津上派の巫女、炎の巫女同一人物説、前途多難です。ま、それを楽しむのが古代島にあってところだな。わかったことを言いやがって。赤田の大君。赤田の大君は炎の巫女の息子で、鏡の大君の父です。それだけかよ。ちなみに僕の年代間ではもう一代くらいいるはずです。あの君と片の君ってことだな。そんなおバカな命名しねえわ。で、2倍年齢で考えると、千家天皇の在政期間は503年から539年。1世代26年で加算すると炎の巫女は529年生まれ。あの大君は555年生まれ。炎の大君は581年生まれ、鏡の大君は607年生まれ、ぬかたの大君は633年生まれ、女性の1世代を男性の1世代より4年縮めた22年で加算して、当地の姫巫女は655年生まれ、門野の大君は677年生まれ、ってなところでしょうか。残念でした。門野の大君は669年生まれです。バカ野郎。8世代くらいで8年の誤差はかなりいい線いってるわ。鏡の大君。鏡の大君は親戚降下して名の鏡の君になりました。稲氏ということからもわかる通り、彼が伊丹を本願とする豪族であることはほぼほぼ確実です。出
かし、彼の父や彼の祖父が果たして痛みと関係があるかについては正直なところグレーです。その割にさっきまで上津上派の巫女と痛みとの関係を探ってたじゃねえか。伝承や婚姻関係からその可能性も十分にあるからです。ただ、炎の巫女の墓が痛みにあるというのは、あくまでも後世に作られた伝承かもしれないし。また、戦火天皇の妻が大志高知氏だからといって戦火天皇の王子を痛みの豪族とするのは、早計かもしれません。つまり、一つ一つの記事や発見は大事だと思うのですが、それを大事にするあまり、他の可能性が考えられなくなってしまうのは、危険だと僕は思うのです。確かにな。そして、鏡の大君が痛みに来たのは彼の代ってこともあると思うんですよ。ちなみに鏡の大君の鏡は近江の地名とも言われています。近江の国安郡鏡の里だっけ？滋賀県が蒙郡竜王朝です。同じじゃねえか。で、話を戻し、稲川付近の稲氏の痕跡といえば、箕面市の稲津彦神社、池田市の稲津彦神社、尼崎市の稲寺廃寺跡あたりでしょうか。そうそう僕は池田の。稲津彦神社とか池田市立歴史民俗資料館に行ったのだな。いえ、カップヌードルミュージアムに行きました。寄り道だけしてんじゃねえよ。ぬかたの大君と稲の大村。では、最後に親戚降下した稲の鏡の君の子供たちについて語ります。よろしく頼む。ちなみに鏡の大君がぬかたの大君の姉とも言われていますが、ちょっと怪しい気もします。墓所的には除名天皇の娘の可能性なんかも疑ってしまいます。確かに近いわな。なお、稲の鏡の君の本願が痛みだったとしても、大和に住み、朝廷に出資していたと思います。そりゃ朝廷に出資していなければぬかたの大君が天武や天智と婚姻することもなかっただろうよ。で、ぬかたの大君はおそらく630年代誕生だと思います。626年生まれの天智天皇より少し年下といったあたりです。天武とは年が近かったかもしれません。そして、四半世紀後の650年前後に天武天皇との間に統治の姫巫女が生まれたと予想します。さらに時が流れ、ぬかたの大君が味噌寺になったかくらいの662年に弟の稲の大村が誕生します。これは母子からわかる年代なので正確です。しかし、結構年の離れた弟だったんだな。で、翌年、白村江の戦いです。片や歌を読み、片や赤ん坊です。逃げたつに、船乗りせむとつきまてば、潮もかないぬ、今はこぎいでな。そして、668年に蒲生ので歌を披露します。赤ねさす、紫の雪締めの雪、の森は水や君が袖降る。天智と天武がぬかたの大君を奪い合うという、愛のトライアングルだな。翌669年にぬかたの大君の孫の門野の大君が誕生します。ババアだったのかよ。いえいえ、古代だからアラフォーじゃないですか。そして、672年に壬申の乱、678年に統治の姫巫女が急死。僕のチャンネルでも描いていますが、さらに時が流れ、696年の皇位継承の会議で門野の大君が活躍。699年に26歳で亡くなる湯気の巫女と、ぬかたの大君は歌を交わすんだったな。いにしえに、恋フラム鳥はこととぎす、けだしや泣きし、あが思えるごと。湯気の巫女と歌をやり取りした時代、ぬかたの大君は60代でしょうか。で、706年に稲の大村が越後の神に赴任。翌707年に任地の越後で死去。享年46歳。遺骨は痛みに埋葬されず、今の穴虫あたりに埋葬されます。それで二条山博物館で骨臓器のレプリカを見たんだな。おそらくあのあたりに官僚たちの墓域があったんでしょうね。といった感じでぬかたの大君の一族をざっくり追ってみました。結構、地味なところではあったが系譜を追うのは楽しいな。その時、あの人は何歳ってなことも見ると、歴史がさらに味わい深くなります。そうだよな。二日前にアガサ博士と同じ年になったうっかり作者ハルキーよ。最後にそういう紹介のされ方かよ。ではでは。